どうも、LBO の山下です。本日もよろしくお願いいたします。今回はですね、究極のアイスアメリカーノを作っていこうかなと思います。そうなんですよ、まあ、ちょっとした工夫で美味しくなりますのでね、ぜひね、最後までご覧いただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、いくぜ。先にですね、8月26日にウェブにてラテアド教室を行います、はい、今回の内容はリーフになっております。ぜひね、そちらをご参加いただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、まあ、パパッ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 と作っていこうと思います。はい、で、はい、まあ、今回はデディカを使用していきます。で、ハンドルについてなんですけど、今回はボトムレスフィルターじゃないんですよ。なんとこちらセパレートの方を使っていきます。もちろんボトムレスフィルターでもできるんですけど、よりこっちの方がいいですよっていうお話になってきます。よかったらね、最後までご覧いただけたらなと思いますね。なぜいいのかって、それとやっぱ美味しい氷は大事になってきます。はい、こちら丸氷を作る機械ですね。はい、でこれでバチバチに固めてきてますので、これで作っていきます。そして次に大事なのがグラス、こちらバカラのグラスですね。はい、こちらを使っていきます。そして今から究極のアメリカーノを使って味わっていこうかなと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ちょっとしたコツでね、美味しくなりますので、最後までご覧いただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは作っていくぜ。はい、それでは作っていこうかなと思います。で、ここに氷水があります。で、ここポイントで、まあ、それはなぜかっていうのはね、また別の動画でやるんですけど、今回このポルタフィルターをキャンキャンに冷やします。はい、とにかくキャンキャンに冷やします。だから氷水で冷やしておいてください。はい、これ結構大きいポイントです。ボトムレスフィルターは、ごめんなさい、ボトムレスフィルターは逆にできないんですよ。はい、そうなんですね、そこはちょっと悲しいところでございます。で、氷で、これはね、要は透明な丸氷を作る機械なんですよ。そうで、氷っていうのは基本的に不純物あるところは凍らないんですよね。で、不純物あるところはこうやって下に凍るんですよ。で、綺麗なところから凍っていくので、上にですね、不純物のない透明な氷ができます。はい、そうなんです。こういった感じで透明の丸氷ができる分ですね。はい、これをここにあります。こう手に貼り付いて、これはね、このまま保管していきましょう。次回に使います。はい、はい、それではですね、これでなんかこういうショート動画流行りですよね。こうよくウイスキー入れるみたいな。はい、でもちろん使うのはこちら LBO ブレンドですね。はい、これも流行りで最強なので、これを使っていきます。で、マシンはですね、しっかり温めておくのがポイントですので、体を締めしてしっかりと温めておきましょう。そう、こっちは冷やすけど、こっちは温めておいてください。で、こっちはもう温まらないように注意しておいてもらう方がいいですね。はい、基本的に熱いのはここだけみたいな形ですね。はい、で、ガンガンに冷えたところに水を切って、ちょっとね、どうしても多分ポタポタになるでしょうけど、で、内側はしっかりと拭いておきましょう。これ大事ですね。はい、で、ここから勝負です。霜がつくので素早く入れていきます。で、もしグラムを測れるようであれば、抽出のグラムはしっかりと測るようにしましょう。40g いきます。はい、こんな感じで、まあ、冷却することでちょっととろみのあるエスプレッソはできるんですよね。これもポイントの一つです。
で、これをこの丸ボールにですね入れていくってわけです。はい、このバカラのグラスにシャーッとかけて、そして冷えるまですぐに混ぜる。はい、こんな感じで完成ですね。いただいていこうと思います。はい、というわけでいただいていこうと思います。はい、いいでしょう、なんか高級装飾。いただきます。あはははくーくやっぱマジでうまいっすね。はい、でアイスコーヒーみたいに、まあ、言い方は悪いかもしれないですけど、薄くないんですよ。しっかりとパンチ力があるのが素晴らしいですね。でこれね、実はエスプレッソと一緒でガムシロップを少し入れるのが俺流です。はい、このガムシロップは水と砂糖1対1ですね。はい、これをこう、要は甘みは何かというとコク出しみたいなものですね。はい、いただきます。うまっ。でね、あまり語ってはなかったですけど、ハンドル冷やすことで香りがね、グッときます。ちょっとたまらんすね。うん、ぜひ皆さんもこれやってみてください。めちゃくちゃ美味しいです。そう、氷結構大事っすよ、本当に。まあ、容器も大事ですけど、氷が大事なんでね、氷からこだわってやってみてもらっていいんじゃないかなと思います。エスプレッソのレシピなどまとめていきますと、まず豆の量は 14g 使ってます。抽出量は 40g、 抽出時間はだいたいボタンを押してから25秒ぐらいを目安に抽出終わるといいと思います。でそこから氷に一気に注いで急冷させることがポイントになってきますので、そこでよろしくお願いいたします。で次回はこのなぜこのポルタフィルターを冷やしたかっていうところをですね、触れていこうかなと思います。ぜひ皆さん手元に LV ブレンドある方で、このアイスアメリカーノをやってみていただけたらなと思います。アイスエスプレッソですね、やっていただけたらなと思います。この夏にぴったりですよね。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。バイ。